パウロ「新約聖書エフェソの信徒への手紙」第1章1節から2節神の御心によってキリストイエスの使徒」とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たちキリストイエスを信ずる人たちへ「私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように」 節節から14節「私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。 イエスキリストによって神の子にしようと見心のままに前もってお定めになったのです神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されましたこれは神の豊かな恵みによるものです神はこの恵みを私たちの上にあふれさせすべての知恵と理解とを与えて 秘められた計画を私たちに知らせてくださいましたこれは前もってキリストにおいて大きめになった神の御心によるものですこうして時が満ちるに及んで救いの技が完成されあらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです キリストにおいて私たちは、見心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは、以前からキリストに希望を置いていた私たちが、神の栄光を讃えるためです。あなた方もまた、キリストにおいて、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。 この精霊は私たちが御国を受け継ぐための保証でありこうして私たちはあがなわれて神のものとなり神の栄光をたたえることになるのです節節から23節こういうわけで私もあなた方が「主イエス」を信じすべての聖なる者たちを愛していることを聞き祈りの度にあなた方のことを思い起こし 絶えず感謝しています「どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え神を深く知ることができるようにし心の目を開いてくださるようにそして神の招きによってどのような希望が与えられているか聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように」。 また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように神はこの力をキリストに働かせてキリストを死者の中から復活させ天においてご自分の右の座に着かせすべての支配権威勢力主権の上に置き今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。 神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせキリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました教会はキリストの体でありすべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です 2> 第2章節節から10節さてあなた方は 以前は自分ののの過ちと罪たために死んでいたのでいすこの世を支配する者かの空中に勢力を持つ者すなわち不従順な者たちのうちに今も働く例に従い過ちと罪を犯して歩んでいました私たちも皆こういう者たちの中にいて以前は肉の欲望の赴くままに生活し肉や心の欲するままに行動していたのであり 他ののの人々と同じように、生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださりその愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしあなた方の救われたのは恵みによるのですキリストイエスによって共に復活させ共に天の王座につかせてくださいました。こうして神は、 キリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみによりその限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです事実あなた方は恵みにより信仰によって救われましたこのことは自らの力によるのではなく神の賜物です行いによるのではありませんそれは誰も誇ることがないためなのですなぜなら 私たたちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて造られたからです私たちはその良い技を行って歩むのです節節から22節だから心に留めておきなさいあなた方は以前には肉によれば違法人であり いわゆる手による滑稽を身に受けている人々からは滑稽のないものと呼ばれていましたまたその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず約束を含む契約と関係なくこの世の中で希望を持たず神を知らずに生きていましたしかしあなた方は以前は遠く離れていたが今やキリストイエスにおいて キリストの血によって近いものとなったのです実にキリストは私たちの平和であります二つのものを一つにしご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し規則と戒律づくめの立法を廃棄されましたこうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し十字架を通して 両者を一つの体として神と和解させ十字架によって敵意を滅ぼされましたキリストはおいでになり遠く離れているあなた方にもまた近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられましたそれでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです 従ってあなた方はもはや外国人でも希留者でもなく聖なる民に属する者神の家族であり使徒や預言者という土台の上に建てられていますその要石はキリストイエスご自身でありキリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し主における聖なる神殿となりますキリストにおいて あななた方も共ににててられ、霊ののの働きによって神の住まいとなるのです。『第3章』『一節から十三節こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロはあなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第についてあなた方は聞いたに違いありません。 初めに手短に書いたように秘められた計画が刑事によって私に知らされましたあなた方はそれを読めばキリストによって実現されるこの計画を私がどのように理解しているかがわかると思いますこの計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが今や例によって キリストの聖なる人徒たちや預言者たちに掲示されましたすなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの同じ体に属するもの同じ約束に預かるものとなるということです神はその力を働かせて私に恵みを賜り この福音に使えるもののとししてくださいました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について違法人に福音を告げ知らせておりすべてのものをお作りになった神のうちに世の始めから隠されていた秘められた計画が どのように実現されるのかをすべての人々に解き明かしていますこうしていろいろの働きをする神の知恵は今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのですがこれは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです私たちは主キリストに結ばれており キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますだからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでくださいこの苦難はあなた方の栄光なのです14節から21節こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります 御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その例により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてくださるように。また あなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには、神の満ちあふれる豊かさのすべてにあずかり、それによって満たされるように。私たちのうちに働く道からによって、 私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのお出来になる方に教会によりまたキリストイエスによって栄光がよよ限りなくありますように。アーメン第四章一節節から十六そこで 主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。 「それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです」「主は一人信仰は一つバプテスマは一つすべてのものの父である神は唯一であってすべてのものの上にありすべてのものを通して働きすべてのもの内のにおられます」「しかし私たち一人一人に」 キリストの賜物の計に従って、恵みが与えられています。そこで、高いところに登るとき、囚われびとを連れて行き、人々に賜物を分け与えられた、と言われています。登った、というのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が、 すべてのものを満たすためにもろもろの天よりもさらに高く上られたのですそしてある人を使徒ある人を預言者ある人を福音宣教者ある人を牧者教師とされたのですこうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされキリストの体を作り上げてゆきついには 私たちは皆、神の子に対する。